今回はハプニングバーとはどんなところという話題についてお話ししようと思います。ハプニングバー、結構これ結構前ですよね、流行ったの。出始めた時があって、東京で六本木にも最初あって、友達が一回行ったことがあって、誘われて行ったらもう摘発されて潰れてたんですよ。その時ってもうできたら摘発されて潰れたりしてたんですよ。すぐだから、そうこうしてうちにまあまあもう なくなったのかな、また出てきてるんですかね。ちょっとでも、まあ、僕は行ってみたいと思いつつ、いても未だに行けてないんです、ね、なるほど、ね、行けなかったですね。なるほど、まあ、確かにこのハプニングバーとは一体何なのか、はい、その辺ちょっと未知の世界なので聞いていきたいと思うんですが、ではまずですね、このハプニングバーとはどんなところなのかというところなんですが、ちょっと具体的なそのシステムとか、どういうお店なのかとか、なんかそういうのちょっと教えてもらっていいですか。ハプニングバーは、まあ、基本的にネットの口コミとかで見つけるようなところで、あんまり大っぴらになってなくって、多分風営法とかも届け出を出してないんですよ ね。完全会員制で紹介か、あのインターホンを押して顔を見せて警察じゃないですよっていうことをアピールしたら入れるっていうような。そうだから、ね、まあそういう感じあるわけですね。そうなんですね。だから昔は店を構えて即潰れたり摘発されたりしてたんですよね。そっか、今もあるんですか。今はあるじゃん。そうなんですね。そうなんですよ。で、女性が安いんですよ。1日行って100円とか安くて、いやなので、まあ、女性の安さで飲み放題で飲めるっていうところと、はいはい、男性は1時間1万円とかで、まあ、セックスのチャンスがあるっていうようなところで、はいはい、結構ワイダンバーに近いっていうか、エロいことを男女で出会って喋ったりとか、いいなって思った人はパートナーを組んで、その後すぐにセックスをするっていうような場所になっています。はいはいはい、そのハプニングバーはでセックスするときは公開なんですか、みんなの前なんですか。いや実はこれ東京は公開式だって、はい、奥に牢屋みたいな牢屋越しのところがあって、はい、そこで男女でいいですよって思った人は鍵みたいなものをつけるんですよ、はい、ペアの、はい、でそれでその部屋に行って公開セックスだったんですけど、はいはい、大阪は今も潰れてないんですけど、はい、なんで潰れないかっていうと、マンションを借りてて、そこのお部屋に鍵をもらってセックスしに行くっていうようなところなんですよ、うん、なので東京は公開セックス見れるんですけど、大阪は自分もセックスしないと公開セックスが見れないっていうような、あの異質のワンルーム式になってました。あ、そのセックスするカップルだけがその部屋に行って、そうですそうです、カップル同士はセックス見合えるけど、そうですそうです、一人ものは見れない。そうですそうです。あ、そうなんだ。じゃあ一部屋に何組かいるってことですか。あ、そうです、一部屋にもう何組もこうマットみたいなのが敷かれてて、そこでするっていうようなところでした。へー。ショッピングとかもするんですか。ショッピングとかも、あのそういうパートナー同士がいいってなったらできます。じゃあそれはもう地域によってちょっと違ったりするんですね、うん、違ったりとかお店のシステムによりきりなんだと思います、うん、じゃあ大阪だったら一人で行ってその口説きを落としなかったらめちゃめちゃ意味ないって感じなんですね。そうですね、エッチな話しに来ただけの人になります。東京だったら、まあ、人のセックスが見れるんですね。そうです。なるほどなるほど。堀さんどっちの方が好きなんですか。私はエッチなトークをする方が好きだったんですけど、はい、一回あんまりでも人のセックスが見たすぎて、はい、あの OK を出してピアで行ったことがあります。あ、なるほど。大阪で、はい、なるほど、うん、あ、そうなんだ。じゃあそれはまあ話、まあ、トークをしたりとか盛り上がってペアになってみたいな感じを目的としていくってことですね、うんうん、そうです。あと、うん、100円で飲み放なんで友達とか連れて、うん、安くて2時間行けるとこあるけど行くみたいな感じで、あ、そういう感じで別にセックスせずに飲んで帰るみたいな。そうですそうです。あ、なるほどね。でも男一生懸命こう口説いてやろう。そうですそうですじゃあ結構その大阪で行くの方は見入りが少ないですよね、男行って行く。そうですね。結構やっぱ難しいもんなんですか。難しいかね。やっぱりやれる女の子とやれない女の子見て分かります。だからやれる女の子が来たらラッキーって感じかなっていう、でも争奪戦ですよね。争奪戦です。でその子が誰かを選ぶみたいな。そうですそうです、選び放題だと思います。あ、でも2人連れて行くことはないんですね、女の子。そうですね、大体男10人おって女の子が1人2人とかなんで、うん、その中でいい人を選ぶっていうような感じです。
オスの生存本能が試されますね。そうなんだ。ハードル高いな。結構いっぱいいる、人数多いんですか？人数多いです。ワイワイガヤガヤっていう感じです。男性と女性だったら比率的に取るじゃないですか。10対2、5分の1ぐらいかな。5対1ぐらい、まあ、結構少ないですね。それは争奪戦になりますよね。でしかもその女性が別にそういう目的じゃなければまず見込みがないと。そうです。でもやっぱりハプニングバーって常連の女の人とかがおって、うん、もう何でもいいからセックスしたいみたいな子とかが来ると、うん、男の人はおおってなります。今日こそ俺がみたいな感じです。なるほどね。まあ人生経験として一回言ってみてもいいけど。でも僕が思ってたのはその公開だと思ってたんですが、全部違うわけですね。違います。大阪は。なるほどなるほど。実際にこう利用するお客さんというかどういう人が多いんですか？大体男の人は40代、50代ぐらいでした。あ、結構上なんですね。そうなんですよ。なんか女の子は若い子が多い。ぜひ先生も。なんだろう、多分いろんなことを人生一周回った後に何を思ったのか、多分ハプニングバーに行きたいって思う男性が多いかなって思います。やべえ、さくさく来てる。でもなんか考え方としては行くじゃないですか、うん、でまあ、その例えばですよ、今キャバクラとかそういう飲み屋さんに行って誘って、うん、なんかこうゲットするのとか、例えば相席屋みたいなところに行ってゲットしてみたいなところと比べるとゴールはまあ近いわけですよね、うんうんうん、そのセックスに至るまでのゴールは近いわけですよね。だからまあチャンスはあるっちゃある。そうですね、だからこそ料金設定高くてもお客さん来るのかなと思います。ちなみにカップルで来てる人がいるんですか？あ、います。なんかスワッピング希望っていう人たちですね。そうそう、その東京その当初はそういうカップルで行くとスワッピングとか結構するっていうのを覚えてますね。そういう東京の方はね、やっぱりセックスってマンネリ化するんですよね。実はそのラブブラ飲んだのも今の旦那なんですよ、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。昔は性に奔放でお互いいろんなもの試そうよって言っていろんなことをしたんですけど、うん、やっぱり5年とか経ってしまうとだんだんちょっと秋が来てしまうっていうところがあって、うんうんうん、そういう時にこういうハプニングバーって一つの刺激なのかなと思います。あ、そうか。別に OK ですか？私は OK です。気になります。チャンスがあるなら、スワッピング平気、スワッピング平気っていうか、その、まあ、そうか。私はいけるけど、私は嫌。旦那が腰振ってる姿はちょっと嫌かも。でもスワッピングそういうことですよね。確かに。難しいですね。まあ、でも結構、まあ、いろんな人が、まあ、いらっしゃると思うんですけれども、堀内さん実際にそのハプニングバー自体は何回ぐらい行ったことある？私は10回ぐらい行ったことあります。あ、結構やっぱ多い。でもやったのは1回だけ。1回だけです。やっぱ確率としては一元さんって低いのかなって思いますね。あ、じゃあそのハプニングバーの良さっていうのは堀さん的に良さってどんなところ？私はやっぱり初めて会った人と普通のバーとかってエロい話できないじゃないですか、さすがに。でもこういうところだったら結構オープンにいろんなことが話せるので楽しいかなと思ってて、そういう一個思い出があって、ハプニングバーで人のセックスが見たかったんで、セックスするところに行ったんですよ。要するに人のセックス見れたんですけど、なんかもっとすごい崇高なものって思ってたら、なんか意外にその女性器と男性器がひっついて腰動いてて、なんかこう正常位のところを私がこっち側からこう見てたんで、男の人の尻と金玉だけが見えてたんですよ。なんか単調でつまんないもんだなって思って、その時にちょっとそれ以降行くやめたんですよ。意外とそんなに興奮しなかったってことですか？そうですね。だからこそ AV っていろんなアングルから撮ってくれたりとかしてて、おーってなるんですけど、実際に見てみると同じ視点からずっとこうやって見てるだけなんで、つまんないもんだなって思って飽きちゃいました。確かに、まあ結局素人同士のセックスなんてなんかあんまり変わったことやってないから、あ、2人が盛り上がってるだけじゃないですか。AV を見てるような感覚で見るとだいぶ違うってこと。確かに、そんなもんなんですね。あとはハプニングバーでモテる人、あ、でなんかどういう人がその受けがいいとか、結局そのナンパとかがうまかったりとか聞き上手な人とか、うん、そういう人なのかなって思ってて、私昨日までちょうどナンパ本を読んでたんですよ。ナンパをするためにはどういうイエスセット法って言って、なんか〇〇好き好きってこれもいいいいって、俺ん家行く行くみたいな感じでイエスをこのままずっとしていくっていう方法とか、まあ、確率論とかいろんなものが出てたんですけど、あ、こういう風に男の人ってモテる努力を
をしてるんだっていう、これ旦那が読んでた本を読んだんですよ、はい、旦那ってモテるための努力をしてたんだなって思った時に、やっぱりモテる男性はハプニングバーでもモテますし、やっぱ世の中も円滑に進むのかなって思ったら、私その本すごいおすすめ、いろんな人にしたくなりました。その本読んでみたいな。ナンパ4ですから。モテますか。そっか、じゃあまあそこは共通してるわけですね、うん、普通にモテるっていうか、人はまあそういうところに行ってもモテる、まあ、その話し上手、聞き上手とかっていうことなんですね、うんうん、はい、このチャンネルのまあ視聴者の方でもですね、もしかしたらハプニングバーご興味がある方もいるかもしれないので、その方に対して利用する時のアドバイスとしては、セックスを一番最後のゴールにしちゃうと、セックスできなかった日にセックスできなかったなって思うんで、普通にやっぱり女性との交流とかワイダンを楽しむバーっていう目的で行くのをおすすめします。とても楽しい場所です、セックスしなくったって、うん、なので興味があったらぜひぜひ一度人生経験、いろんなことがある方が楽しいって思うタイプなんで行ってみてください。ありがとうございます。先生からアドバイスありますかって質問は、特にないですか、ね、ゴム持参で、それがその時の時なのに、それぐらいですね。性病は気をつけましょう、はい、この辺とかどうなんですか、しっかりしてるもんなんですか、それとも結構人によるんですか。いや、もう絶対しっかりしてて、それこそバーで聞いた話なんですけど、はい、女の人の体液が目に飛んできたことがあって、目のクラミジアになったことがあるみたいな。でも帽子をつけてたから竿の方は無事だったって言ったことがあって、絶対大事だよってその人も言ってたんで、大事に性病予防だけはしっかりしておいてください。そうですね、まあ、性病予防はしつつ楽しむ目的でまずは行ってみてはどうかっていうところですね。だから、まあ、まあ不性病予防っていう点では、そういう知らない女性とかも、風俗女性もそうですけど、はい、舐めちゃダメですよ男性も。あ、まあ、女を喜ばせたいから、女性を喜ばせたいから、こう舐めたいのは分かりますけど、はい、舐めちゃダメなんですよ彼女以外の。でも私もやっぱり AV で喉のリンを舐めたことはなりやすいんですよね、はいはい、口元は、はい、やっぱ口からは入り込みやすい、はい、利用する方、はい、まあ、ぜひその辺をちょっと気をつけていただいてですね、はい、利用していただければと思います。ということで、今回はハプニングバーについて、いろいろ詳しく聞いていきました。参考になった方、面白かった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。